はい、ナオズーです。今回紹介するのはレゴカーズのレッドのウォーターレスキュー9484です。袋は2でパーツは199個、シールシートが1枚で説明書が1冊です。それでは組み立てていきます。はい、完成です。内容としてはエーサーとレッドということで、ミニフィグはついてません。サイズ感でいうとミニフィグと比べるとこんな感じになりますね。まあ、ちょっと小さめですよね。まずはエーサーから見ていきましょう。カーズ2で登場した悪役一味の一台になりますね。まあ、形状としては正直あんまり似てないかなと思います。フロント周りバンパーに口がついてます。これプリントパーツになってまして、その上ライトは無色のクリアパーツで、グリルもついてますね。で、目の前にグレーのパーツがついてるんですけど、これこうやってね上げることができるんですよね。反対側に炎がありますんで、まあおそらく溶接マスクみたいな感じなのかなと思いました。そういうシーンがあったかどうか覚えてないんですけど、間違えてたらごめんなさい。こうやってね上げ下げできるのはすごくいいなと思いますね。で、その下目がありますね。これプリントになってます。ちなみにこのパーツ自体は後ろに使われているパーツと同じです。で、こちら側一応溶接用にしておきますけど、さっきの炎、これ付け根部分でこうやって上下に動かすことができます。これなかなかいいですよね。さらにその上にはフリックミサイルがありますんで、まあ、弾くかもしくはこのままパチッとね、飛ばして遊ぶこともできるようになってます。で、ルーフ外すと中はこんな風になってます。ミニフィグを乗せたりとかそういう仕様にはなってないですね。それからリア周りタンクがついてます。これ溶接用のガスのタンクなのかちょっとわかりませんけど、そんな感じなのかなと思いました。これも一応こうやって角度を変えることができます。で、付け根部分なんですがテールランプがついてるということで、まあ、細かくできてますよね。で、もちろんスムーズに走らせることができます。続いてレッド見ていきましょう。形としてはかなりそれっぽいんじゃないかなと思いますね。フロント周り目とエンブレム、まあ鼻ですよね。それから口の部分がプリントパーツになってます。実際はこうなんというか丸みを帯びた感じになってるんで、まあ、ちょっと印象は違ってる気はしないでもないんですけど、まあ雰囲気としてはそれっぽいんじゃないかなと個人的には思いました。ライトは無色のクリアパーツになってますね。で、両側にサイドミラーついてて動かすことができるようになってます。いいですよね。その後ろ窓があります。で、下のところにはラジエータースプリングス消防そしてマークが入っているということで、この部分はシールになってます。で、下のところに黄色いラインありますけど、これパーツで作ってます。ちなみに反対側も同じ仕様になってますね。で、ルーフには赤色灯がついてます。一応これが角度もね変えられるようになってますね。で、後ろには放水銃がついてて、これも向きを変えられるようになってます。なかなかいいですよね。で、これフリックミサイルになってますんで、さっきと同じで、弾いてもいいですし、このままパチッとね飛ばすこともできるようになってますね。で、その後ろ、サイドのところにメーターがありますよね。これシールになってます。下の部分はこれボタンみたいなやつかな。ちょっとメカメカしい感じですよね。実はこの部分反対
側も同じ仕様になってます。でその上ホースがついてます。まあちょっと本数は違ってますけど、再現度はね高めになってますよね。下のところに消防署と入ってますけど、これもシールになってますね。ここの仕様に関しても反対側も同じようになってます。で上にははしごがありますんで、まあこのまま傾けて遊んでもいいと思いますし、外してまあとかね立てかけて遊ぶこともできるということで、これなかなかいいですね。で、リアタイヤの周りなんですが、フェンダーパーツはついてるんですけど、それとは別にこう、ボコッとした感じになってますよね。これ結構強そうな感じでいいなと思います。で、リア周り、放水銃をイメージしたフリックミサイルの、これ予備の弾になりますね。それがここについてます。で、もう一つ掴みパーツありますんで、放水銃使わないときは、この弾だけをね、こっちにバチッと取り付けておくこともできるということで、これ結構遊びやすくていいなと思いますね。あとその下ステップっぽい部分もありますよね。結構細かくできてるなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、かなりデフォルメされてると思いますけど、なんとなくキャラの雰囲気は伝わってくるセットになってるんじゃないかなと思います。このセットのパーツ数は199個です。以上、レゴカーズのレッドのウォーターレスキュー9484を紹介しました。ナオズを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。右上のナウズマークから登録できます。左の動画をクリックすると他の動画を見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。